皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルの竹見です。今回は悪魔の疲労激増食品。あなたがこれ食ってる限り、寝ても寝ても永遠に疲れは取れないと対して、科学的根拠にしっかりと基づいて食べちゃうと、 どんどん疲れていく、どんどん疲れる体になっていく食べてはいけない食べ物をご紹介していきたいと思います。さて、これを聞いている皆さんの中には、なんだかいつも疲れが取れない、慢性的に疲れている、休日、しっかり休んだはずなのに、なぜか月曜日からがっつりと疲れている、慢性的な疲労に悩まされている人が結構いるんじゃないかと私は心配しております。 実際、現代人の8割ぐらいが慢性的な疲労を抱えているという調査もあるくらいで、多くの人は本当に今疲れきってすり減った状態で毎日を懸命に過ごしていらっしゃることでしょう。なぜ私たちはこんなにも疲れきっているのかなぜ私たちはこんなにもすり切れてしまっているのかそれはなぜなら現代では私たちを疲れさせてしまうような様々なものが存在しているか でございますだから、多くの人が疲れているというのは、ある意味仕方のないことでもあるんですが、これを聞いている皆様だけは、できるだけその原因を取り除いたり、疲れを解消するようなテクニックを活用したりして、元気に楽しく毎日を送っていただきたいと願って、この動画を作成しています。さて、 近代人の疲労感の原因としてよく指摘されているのがスマートフォンの普及といったデジタル化社会の到来になっています。昔は当然スマホどころかメールさえあまり普及していなかったため一日のうち何時から何時までははい仕事です。それ以降はもうプライベートの時間です。仕事終了といった風に仕事とプライベートの時間がきっと かりと分かれていたんですこれが実は重要だったんですねしかしデジタル化社会になって私たちは良くも悪くも24時間いつでもどこでも働くことが可能になってしまったんですその結果私たちは仕事が終わってもう家に帰ったプライベートの時間においても仕事のことを考えるようになってしまったんです仕事が終わったのにあるいは休みの日なのに仕事のメールをチェックし その対応に追われるそんな状況で私たちはストレスを感じどんどん疲れ切っています24時間いつでもどこでも仕事ができるという環境で私たちは意識的に プライベートの時間では仕事をしない、休むんだという選択をしなければいけなくなってしまったわけなんです。このようなデジタル化社会において消耗しないためには、プライベートの時間では仕事関係のメールをチェックしない、仕事関係の電話には出ない、仕事関係の人間関係についてあれこれ悩まないといった風な対策や、友達と会う時やジムに行く時はスマホを持って で行かないといったふうにスマホを手放す時間を意識的に作ることが必要になってくると言われているんですデジタル社会で確かに便利にはなったがその分私たちはオンオフの切り替えが全くできずずっと交感神経が緊張しっぱなしの休めない状態で過ごしてしまっているわけですそして私たちが疲れやすくなっているのはこのデジタル化社会だけが理由ではありません私たちが口にする食べ ものも疲労感に大きな影響を与えているんですこの現代社会には はっきりと言うと、食べれば食べるほど疲れ切ってしまうような明らかに質の悪い食べ物、明らかに体にめちゃくちゃ悪い食べ物が本当にたくさん溢れています。食品業界は私たちを依存させ、リピーターにさせるために様々な添加物を加えたり、依存しやすくなるような化学調味料を食べ物に加えることで売り上げを伸ばそうとやっきになっています。 ですが、その悪影響をもろに受けるのは私たち消費者でございます。私たちは自らの意思によって口にするものを厳選して今後は選択していかなければいけないんです。特に今疲れを感じている月曜日から体が重いなんていうことを感じている人は食べると疲れやすくなってしまうような食べ物をあなたの生活の中から徹底的に遠ざけていく姿勢が非常に重要になってくるでしょう。というわけ でここからはデジタルから距離を取るということに加えて私たちがついつい食べがちな食べると疲れやすくなる食べ物をガンガン紹介しこういったものからも距離を取ってほしいということを解説していきたいと思います本日紹介する食べ物をやめていただければ皆さんの疲れはかなり取れるということをお約束いたしましょう それでは早速一つ目から紹介していきます。まず一つ目に紹介したい。寝ても寝ても疲れが取れなくなる悪魔の疲労激増食品は カフェインが入っているもの全般になります。さて、まずは現代人と切っても切り離せない関係にあるカフェインから解説して参りましょう。カフェインといかに付き合っていくかというのが私たちが高いパフォーマンスを発揮できるか、それとも疲れ切ってしまって毎日をダラダラ過ごしてしまうかを決めていると言っても過言ではありません。それくらいカフェインとの付き合い方は重要なんだということを 知ってほしいですカフェインはコーヒーコーラなどの清涼飲料水紅茶エナジードリンクチョコレート栄養ドリンクなどなど様々な食品や飲料に含まれている成分で多くの人が日常的に摂取しているはずです特に現代人はコーヒーコーラなどの清涼飲料水エナジードリンクなどからカフェインを摂取している人がとても多いでしょう カフェインには覚醒作用があり短期的にはですよ集中力や注意力を高め短期的には疲労感を軽減する効果がございますが長期的な摂取や過剰摂取は逆に疲労感を増幅させる可能性があるのですつまりあなたがいつも疲れてしまっている理由はその毎日摂取しているカフェインに原因がある可能性が高いですカフェインが入っているものを食べたり飲んだりす すると疲れやすくなるなんて言われてあなたはピンときますかいやいや逆だろとカフェインを取ると眠気が飛んで疲れが取れて集中できますやんかと 思われる人が結構いらっしゃるはずです。むしろカフェインなしでは仕事に集中することができないので仕事や作業をしている間はコーヒーやエナジードリンクが手放せないんですという方も結構いらっしゃるはずです。確かにカフェインにはエネルギーと脳機能を短期的にはですが高めてくれる効果が報告されています。だからこそ多くの人は疲れた時にコーヒーなどのカフェイン入りの飲み物に頼ってしまっているわけです。 なんですしかしですよカフェインのこういったメリットを享受するには絶対に適度に摂取するという条件が必要ですここを間違えると大変なことになり実際多くの人がカフェインのデメリットを被っています疲れているから眠たいからといってカフェインを過剰に摂取すれば逆に疲れやすくなってしまうため 実ははカフェインは取り扱いにに非常に注意が必要なな物質なんです例えばですが朝起きて目を覚ますためにすぐにコーヒーを飲んでいるとかすぐにエナジードリンク栄養ドリンクを飲んでいるなんていう方はカフェインによってもうすでに。 逆に疲れやすくなってしまっている状態ですので、今すぐに一緒に改善していきましょう。そもそも、なぜカフェインを摂取すると短期的に集中力が高まったり、疲労感が和らぐのかということを皆さんは知っているでしょうか このことが分かれば、カフェインを取りすぎると逆に疲れてしまう理由がすっきり分かり、カフェインとの上手な付き合い方ができるようになるはずです。では、できるだけ分かりやすく、サクッと説明して参りましょう。 さて、皆さんはアデノシンという物質を聞いたことがあるでしょうかアデノシンとは眠りたいという欲求を高める睡眠物質であり、私たちに疲れたな、あ、そろそろ休まなきゃなという疲労感を感じさせる疲労物質とも呼ばれています。このアデノシンは起きている間、ずっとあなたの脳の中で着々と増え続けているんです。起きている間、脳の中で徐々に に、あれの芯が増え続けていくため、起きている時間が長ければ長いほど夜が近づくにつれ、私たちは眠くなるというわけです。あれの芯の量が多ければ多いほど疲労を感じ、眠くなる。あれの死はあなたの脳にもう疲れたから寝なさいと命令する睡眠信号を出しています。 さて、ここで、ある種の化学物質を使えば、このアデノシンから出る疲労信号、睡眠信号を無理やり書き消して、眠気を覚まし、疲労を取ることができます。その物質がまさに今回の主役、カフェインでございます。アデノシンは、 受容体と呼ばれる脳の疲労センサーにピタッとくっつくことで疲労信号、睡眠信号を出すことができます。まあ分かりやすく言うと脳の中にアレノシンくんの専用の椅子が置いてあるんです。その椅子にちょこんと座ることでアレノシンは疲れたぞ、眠くなれという信号をあなたに出すことができます。ところがですよ。 このカフェイン君はアデノシン君となぜか形がよく似ていてアデノシン専用の席にいやいや俺が座るぜと言って座っちゃうことができるんですねそしてアデノシンの専用の椅子に勝手に座っちゃうんですよそうするとアデノシンは自分専用の椅子に座れなくなり疲労信号や睡眠信号を発することができなくなってしまいますつまりカフェインはアデノシンの椅子を奪って占領することで 通常ならば。 アデノシンから送られる疲れたよ眠たいよという信号を強制的にブロックしているからカフェインを摂取すると疲労を感じなくなったり眠たさがなくなるというわけなんですカフェインを取ると私たちが覚醒する理由がこれでわかったと思いますこの説明を聞くと別にカフェインを取ればその度に疲労物質アデノシンをブロックして疲労感が和らいだり集中力高まるのであれば別にカフェイン 取り続ければいいいんじゃないですかとカフェインを取り続けることの何が問題なんですかと疑問に思う人いるでしょうしかしですよカフェインがアデノシンの受容体をブロックしても体内のアデノシンの生成は続きます10 20、30といった風にアデノシンの量はどんどん増えていくんです。カフェインというのは一時的に疲労感を誤魔化しているだけであり、カフェインによって疲労感がブロックされている状態でも、どんどんアデノシンの量は増え続けているんです。そしてついに、 カフェインの効果が切れると蓄積されたアデノシンが一気にうわっと作用してきて強い疲労感や眠気を引き起こしてしまいます。これを一般的にカフェインクラッシュと言います。日常的に。 カフェインを摂取している人は、この現象を頻繁に経験し、慢性的な疲労感を感じることが多いです。皆さんも、コーヒーとかエナジードリンク、まあ特にエナジードリンクが分かりやすいと思いますが、エナジードリンクを飲んで、めちゃくちゃ元気になったのに、5時間くらいして、急にぐったりと疲れてしまった経験あらずです。あれこそがカフェインクラッシュです。エナジードリンクを飲む前よりもはるかに疲れ切ってしまいます。そしてさらに問題なのは、薬でも何でもそうなんですが、飲み すぎると耐性がつきますカフェインを取りすぎるとだんだん耐性がついてきてたくさんカフェインを摂取してもあまり効かなくなってくるんです具体的に言うとカフェインを取りすぎているとアデノシン君専用の椅子がどんどん脳の中に増えていきます体の外部からカフェインを無理やり注入してカフェインが アデノシンの働きをブロックしているせいで脳的にはですよあれとアレとアデノシンが全然椅子に座ってくれないぞともっと椅子増やさなきゃと言ってたくさんアデノシン専用の椅子すなわち疲労センサーを増やしてしまいます疲労センサーが増えてしまうわけですから以前よりもアデノシンがたくさん疲労センサーに結合するようになりますその結果以前よりもアデノシンの働きが強くなり私たちはより 強く疲労を感じてしまうというわけですまとめると日常的にカフェインを取りすぎると疲労物質アデノシンが結合する疲労センサーがどんどん増えていくだから逆に疲れてしまうということになります。だから カフェインを適度に摂取するというのはもっとわかりやすく言い換えると脳の疲労センサーが増えない程度にカフェインを摂取するということになります。ではカフェインを適度に摂取するというのはどのくらいの量のカフェインを摂取するということを指すのでしょうか実はカフェインが効きやすい人と効きにくい人が遺伝的にいるということが研究によってわかってきております。コーヒーを 一杯飲んだだけで眠れなくなってしまう人もいれば、寝る前にコーヒー飲んでたのにすやすや眠れてしまう人もいるんです。このようにカフェインに敏感な人やカフェインに鈍感な人がいますから、一概に何ミリグラムのカフェインを摂取して良いというのは難しいんですが、一般的にコーヒーを飲む人は摂取量を1日あたり約4杯に制限する必要があると言われています。また、 カフェインを取りすぎると夜眠れなくなるとか心拍数が上がるとか頭が痛くなるといった副作用が出ますのでこの副作用が出ない範囲でそしてカフェインが毎回効いているなぁと思える範囲でカフェインを摂取するというのがよろしいでしょう副作用が出てしまうとかカフェインを取っても全く効かなくなってしまっているという状況であればすでにカフェインの取りすぎによって疲労センサーが増えていると考えられますので 一時的に摂取量を減らしていくことが必要でしょう。そして今カフェイン中毒とも言えるぐらいカフェインを摂取していてほとんど効き目がなくなってしまっているという人はカフェイン断食を一度やってみると良いでしょう。カフェイン断食とは カフェインを全く取らない期間を設けることで一般的に10日前後で脳の疲労センサーが減っていき元の状態に戻ると言われています。こうすれば 再びカフェインが効くようになりますから、一度ね、覚悟を決めて、ここいらでカフェイン断食をやってみるというのもおすすめでございます。ちなみに、カフェイン断食をやると、頭痛が起きたり、一日中眠かったりと、カフェインの禁断症状が出て、最初は辛いですが、脳からカフェインを抜くために頑張ってください。こういった禁断症状が強く出る人ほど、今カフェインに依存してしまっていると言えるでしょう。私 もね、カフェイン断食を定期的にやっているわけですが、まあまあ、きついっちゃきついです。とにかく眠いですね。そして、ちょっと頭痛がします。けど、これらも3日程度で収まって、10日程度カフェイン断食をしてから、再びカフェインを摂取すると、カフェインがものすごく効いて、カフェインを初めて取った時のような、鬼のような集中力を実現することができました。 今カフェインがね、全く効いていないよという人は逆にカフェインを取ることで疲れやすくなってしまっているような悪循環にある状態ですので一度覚悟を決めてカフェイン断食に挑戦してみてほしいと思います。このカフェイン断食中は普段飲んでいるコーヒーをカフェインレスコーヒーに置き換えると良いでしょう。そうすればコーヒーを我慢することなく取り組むことができます。 カフェインを取らなかったことによる禁断症状が強い人ほどこれまでカフェインに依存していたという何よりの証拠ですからカフェイン断食の効果をより強く実感できると思います。また カフェインを控えるようにするとよく眠れるようになったと感じる人が結構いるはずなんです。そんな人は知らず知らずのうちにカフェインによって睡眠が妨害され睡眠の質が低下していた状態で過ごしていた証拠でございます。カフェインはその覚醒作用のため特に午後や夕方以降に摂取すると睡眠の質に悪影響を与えることが知られています。カフェインが体内で 半分になるのに必要な時間のことを半減期と言ったりします。この半減期はだいたい5時間前後ですが、人によってはそれ以上の時間がかかることがございます。そのため、昼過ぎに摂取したカフェインがまだ体内に残っていて、夜間の睡眠を妨げることがあります。カフェインを制限したり、カフェインをやめることによって、よく眠れるようになったという人は、おそらくまだあなたが寝る時にも体 体内にカフェインをやめたとしても全然睡眠が変わらなかったということであれば寝る時にはちゃんとカフェインが分解されているので睡眠という観点からすればあなたはカフェインの過剰摂取には陥っておらずきちんと適切な量のカフェインを摂取できていたということがわかりますまた カフェインを過剰に摂取することによって、ホルモンに悪影響が及ぼされ、あなたは疲れやすくなってしまいます。カフェインを摂取することで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加することがわかっているからです。コルルチゾールは 短期的にはエネルギーを供給しストレスへの対処を助けるホルモンですが慢性的に高いレベルが続いてしまえば疲労感や不安感を引き起こす原因となります日常的にカフェインを摂取するとコルチゾールの分泌が持続的に促されて体が常に戦闘モードにある状態になってしまいますこの状態では到底リラックスすることはできず慢性的なストレスや疲れが蓄積 しやすすくなりますストレスが増えてしまえば体の免疫機能は低下しエネルギーの枯渇を招きこれが疲労感をさらに増幅させてしまいますまたカフェインはコルチゾールだけではなくてアドレナリンの分泌も促進します アドレナリンは闘争闘争反応と呼ばれる体を即座に動かすためのホルモンですが、これが頻繁に分泌されればエネルギー消耗が激しくなって体の回復が追いつかなくなり、これもまた慢性的な疲労感を引き起こす要因になります。現代では エナジードリンクをはじめとしてカフェインが含まれているものがあまりにも身近にたくさんあるため多くの人がカフェイン過剰の状態に陥ってしまっているんです。しつこい疲れに悩まされているという人はぜひカフェインの摂取量を適切な範囲に調節してみてほしいと思います。また今ではコンビニなどに行けば本当にたくさんの種類のエナジードリンクが売られていますよね。ですが エナジードリンクだけは間違っても皆さんは摂取しないでください。エナジードリンクには大量のカフェインが入っていることに加えて大量の糖質が入っている猛毒であります。大量の糖質によって 一時的に元気になった気分になるかもしれませんが、これは元気の前借りに過ぎず、血糖値が急激に上がると今度は急降下して低血糖の状態に陥り、非常に不快な気分とともにぐったりと疲れ切ってしまいます。つまりエナジードリンクはカフェインと糖質というダブルの悪影響があるので、今後は本当に飲まないようにお願いします。どうしてもカフェインが摂取したいのであれば、 砂糖を加えていないブラックコーヒーから摂取するようにお願いします。それでは次二つ目に紹介したい。寝ても寝ても疲れが取れなくなる悪魔の疲労激増食品はリン酸塩が添加されているものでございます。さて皆さんはリン酸塩という物質を聞いたことがあるでしょうかこれは今非常にホットな話題になっているので、ぜひ知っておいてください。 リン酸塩は何にでも使える万能の食品添加物と言われているもので、ソーセージ、チーズ、ベーコン、炭酸飲料、 インスタント食品、加工食品などなど、普段私たちがよく食べているものに、めちゃくちゃ多く使われている添加物であります。例えばですよ、腐らないようにするため、防腐剤として使われたり、乳製品の乳化剤に用いられたり、冷凍食品の編成を防止するために使われたりと、加工食品を作る上で、非常に便利な食品添加物と言われています。また、ファミレスのドリンクバーの コーヒーなどにも増量剤として使用されていることが多いですからドリンクバーのコーヒーは飲まないでいただきたいというのはこのチャンネルで以前お伝えしたことがありますさてこんなにもあらゆる食品にてんこ盛りに使われているリン酸塩ですがしかし 近年の研究では、リン酸塩の過剰摂取によって、健康に悪影響が与えられる可能性が指摘されていて、特にですよ、疲労感を増幅させる要因となる可能性が示されています。リン酸塩の過剰摂取によって骨密度の低下、 腎臓疾患、治癒力、免疫力低下、精神異常などなど、健康への悪影響も懸念されています。国立健康栄養研究所のデータベースでは、加工食品の取りすぎは、リンの過剰摂取につながり、カルシウムの吸収を阻害するなどの健康影響があるので注意が必要とされています。 また、リン酸塩を摂取することによってダメージを受けるのは私たちの大切な大切な腎臓です。リン酸塩を摂取することで、 腎臓に多大な負担がかかり、腎臓がどんどん疲れ切っていき、その結果、腎臓の機能が衰え、全身の老化スピードが大きく加速してしまうということも、近年の研究で明らかになってきているんです。また、リン酸塩が私たちを疲れさせる正体ではないかということも、新しい研究で指摘されております。この研究では、アメリカでたくさん消費されている、加工食品に頻繁に添加されている無機リン酸塩が、 身体的に活動し続ける意欲をどのように低下させる可能性があるかを調べることを目的として行われています12週間にわたり実験用のマウスにはリン酸塩を多く含む餌を与えられましたその結果リン酸塩が増加すればマウスの活動レベルが低下したということが分かっています 研究者らは、運動中の月子動物の酸素摂取量を測定し、運動能力が低くなっただけでなく、筋肉を養うのに必要な十分な量の脂肪酸を生成できていないことも発見しています。研究者は、なるほど、マウスではこのような結果になるのか、じゃあ人間の場合はどうだろうかということで、ダラス心臓研究に登録された、 健康な成人のデータを分析しています。その結果、マウスと同様、よりリン酸塩が豊富な食事をしている人は、リン酸塩レベルが増加するにつれ、運動と活動が低下するということを、研究者は発見しています。この結果を受け、 研究者は次のように述べています。人間を対象に行われたこの研究は、血中のリン酸塩が高い人は、運動に費やす時間が少なく、座りがちな活動に多くの時間を費やす傾向があることを示しました。 さて、いかがでしょう。この研究を見る限り、リン酸塩が含まれる加工食品など、普段からたくさん食べている人は疲れやすくなって、実際に活動レベルが低下してしまうということがわかります。この結果を受けて、研究者は、加工食品ではなく、新鮮で加工されていない食べ物を積極的に食べるようにアドバイスしております。まあ、要するにね、加工食品なんか食べてリン酸塩たっぷり食べていたら、そりゃ 元気出ないよ。疲れやすくなっちゃうよということでございます。また。 加工食品を買うときは、しっかりと後ろの食品ラベルを確認し、リン酸塩と書かれているものを買わないようにしましょうとアドバイスしております。まあね、リン酸塩を含む食べ物を食べると疲れやすくなるということが今回の研究で示されたわけですから、食べなくても済むのならば食べないに越したことはありません。やはり、加工食品ではなく、野菜や果物、お肉、お魚といった新鮮な食べ物を積極的に に食べるのが大事だったんですまたリン酸塩以外にも加工食品には炎症を引き起こしてしまうような体にめちゃくちゃ悪い油とか大量の糖質も添加されていますからそもそも加工食品は食べないようにするのがやはり一番だと言えます当然体に炎症が起きてしまえば疲れやすくなってしまいますし頭が働かなくなりますさらに 大量の糖質を取れば、血糖値が急激に上昇し、疲れやすくなってしまうので、加工食品は食べないのがやはりベストでございます。それでは次3つ目に紹介したい。寝ても寝ても疲れが取れなくなる悪魔の疲労激増食品は、 高炭水化物、高脂肪の食べ物になります。さて、これを聞いている多くの人が昼ご飯を食べた後、なんだか眠くなっちゃうんだよなぁという悩みを抱えていることでしょう。そんな人は自分が昼ご飯に何を食べたのかを冷静に振り返ってください。 自分は昼ご飯にカツ丼とかカレーとかパスタといった高炭水化物、高脂肪の食べ物を食べていないだろうかということをぜひ振り返って確認してほしいです。ある研究では 高炭水化物、高脂肪の食事は食後の眠気につながり、食事を終えてから1時間から1時間半後に、倦怠感がピークになるということがわかっています。昼ご飯を食べて、いつも1時間から1時間半ぐらい経った3時頃に、何とも言えない謎のだるさ、眠気を感じるんだという人は、高炭水化物、 高脂肪の昼ご飯を食べてしまっていないかをぜひチェックしてほしいです。ではなぜ、高炭水化物、高脂肪の食事をとると眠たくなったり、倦怠感を感じるのかについて一緒に見ていきましょう。 まずは、高炭水化物の食事から見ていきます。高炭水化物の食事で眠たくなったり疲れる理由は、血糖値が急激に上がっちゃうからです。例えば、昼ごはんに糖質が多い白ごはん、うどん、パスタなどを食べてしまえば、血糖値が当然急激に上昇します。すると体は、やばい、血糖値を下げなきゃということで、水臓から急激にインスリンを分泌します。その影響で今度は、血糖値がガクンと と下がり低血糖状態に陥ってしまうことで眠たくなってしまうということでございますですから昼ご飯を食べたらなぜかいつも眠くなるんだよなという人は自分は糖質が多いものばかり食べていないかということをチェックしてみてほしいと思います牛丼ラーメン うどん、パスタといったものには糖質が多く含まれていて、昼ご飯に牛丼屋に行くとかうどん屋に行くといった人は、血糖値が急激に低下し、昼ごはんの後眠気に襲われやすいんです。ですから、昼からも仕事を頑張りたいとか、昼から大事な会議があるなんていう人は、血糖値をあまり上げないナッツや玄米といった 低 GI 食品を摂取すると良いでしょう。こういったもので昼ご飯を済ませれば眠気が全然違うはずです。では、お次。 高脂肪の食事を取ると眠たくなる理由について一緒に見ていきましょう。アデレード大学の研究によって脂肪の多い食事を摂取する男性は日中は眠気を感じ夜は睡眠障害睡眠時無呼吸症候群に苦しむ可能性が高いということがわかっています。この研究は1800人以上を対象に12ヶ月にわたって行われ参加者の食事の内容と睡眠状態を記録し 分析していますその結果脂肪摂取量が最も多かった人は日中の過度の眠気を経験する可能性が高いということがわかったんですではではなんでね脂肪の多い食事をしている人は昼間に眠くなっちゃうのでしょうか それはオレキシンに影響を与えるからだと言われています。結論だけを申し上げると、脂肪の多い食事をすることによって、睡眠をコントロールしているオレキシンという脳内物質のバランスが崩れて、その結果、昼間に眠たくなってしまうのではないかと推測されております。 オレキシンは起きている状態を保ち覚醒を維持する脳内物質のことですこのオレキシンに悪影響が及ぶため覚醒状態を維持できなくなっちゃって眠たくなるのではないかと言われているんですまた小腸から分泌されるホルモンのコレシストキニンも眠たくなる原因の一つだと言われています高脂肪で高カロリーの食品であるピザなどを食べると小腸からコレシストキニンが分泌され タンパク質や脂肪を分解するのを助けますしかしいくつかの研究では高脂肪の食事を食べた後のコレシストキニンの増加と数時間後の眠気との間に関係があることが示されていますさてさてここまで見てきたように高炭水化物高脂肪の食べ物や食事が眠たさや倦怠感をもたらすということでございます個人的にはやはり特に昼にはこれらのものを食べてしまうと眠たくなってだるく なななって仕事にならいないと思いますもちろん、休日に友達とランチをして、これらのものをたまーに食べる分には別にいいかもしれません。ですが、昼から大事な用事があるなんていう時は、ぜひ食べるのをやめてみてはいかがでしょう。そしたら、全然眠気が違うということを、ご自身の体で実感できるはずなんです。それでは、ラスト4つ目に紹介したい。寝ても寝ても疲れが取れなくなる、悪魔の疲労激増食品は、 アルコールでございます。 さて、結論から言うと、アルコールを摂取すればするほど、あなたは疲れやすくなってしまいます。疲れたくないとか、しつこい疲労を解消したいと願うのであれば、どうしてもアルコールの摂取量を減らしていただく必要があります。アルコールを摂取すると、あなたが疲れてしまう理由を知るために、アルコールを摂取すると、体内でどのようなことが起こるのかを、ちょっと一緒に見てみましょうか。 アルコールがあなたの体内に入ると、まず肝臓で代謝されます。肝臓はアルコールを分解して、まずアセトアルデヒドという有害物質に変えて、次にそれを酢酸という物質に変換します。アセトアルデヒドは毒性が強く、頭痛や吐き気、倦怠感などの原因となることが知られています。この代謝プロセス、解毒プロセスには非常に多くのエネルギーが消費されますから、体には大きな負担がかかって、 体は疲労感を覚えやすくなりますまた、アセトアルデヒドが体内に長く残ると活性酸素が発生し細胞や組織にダメージを与えることで老化するとともに疲労感が増していきます。さらにアルコール代謝によって生まれる酢酸,酸は筋肉や脳に影響を与えアルコールの摂取後に感じる倦怠感とか集中力の低下の原因となっております。また アルコールによって睡眠の質が低下してしまうということもアルコールによって疲れてしまう大きな原因の一つになっています。 アルコールは一時的に眠気を誘う効果がありますから、寝る前にアルコールを摂取する人も少なくありません。しかし、アルコールは実際には睡眠の質を著しく低下させることがわかっています。アルコールを摂取することによって、特に深い睡眠であるノンレム睡眠が減少し、浅い睡眠や中途覚醒が増えるということが報告されています。また、 体内にアルコールが残っている状態で寝てしまえば先ほどのカフェインが残っている状態で寝た時と同じように睡眠が妨害され睡眠の質が低下してしまいます。また特にアルコールが体内で分解される過程で生まれるアセトアルデヒドや他の副産物は睡眠のサイクルを乱して睡眠の質を低下させます。これによって アルコールを飲んだ翌朝は熟睡感が得られず慢性的な疲労感を覚えやすくなります。さらにアルコールはメラトニンという睡眠を促進する大切なホルモンの分泌を抑制してしまいます。その結果睡眠障害が起こりやすくなります。メラトニンの分泌が低下すれば睡眠の質が低下し夜間の回復が十分に行われず結果として寝ても疲れが取れなくて日中の疲労感がま してしまいます また、その他にも、アルコールは栄養素の吸収を阻害したりとか、脱水症状を引き起こすことによって、私たちを疲れやすくしてしまいます。こういった要因がね、複合的に作用することで、アルコールを摂取する人が疲れやすくなる原因となるんです。特に、習慣的にアルコールを摂取する場合は、慢性的な疲労感に悩まされるリスクが高まりますので、アルコールの摂取量や頻度を見直すということが、絶対に 必要となるでしょう理想を言えば、やはりお酒というのは、一滴も飲まないに越したことはありません。ですが、まあ、現実的なところで言うと、一滴も飲まないというのはなかなか難しいと思うので、できる限り摂取量や頻度を減らしましょう。あるいは、お酒を飲む時であっても、しっかり同時に水もたっぷり飲むことによって、アルコールの濃度を下げるといった工夫をしてほしいと思います。それでは、最後に本日の内容をまとめておきます。本日の まとめ、本日は寝ても寝ても疲れが取れなくなる悪魔の疲労激増食品について合計4つ紹介しました。1つ目はカフェインが入っているものでした。 カフェインのメリットを享受するには、適度に摂取するという条件が必要でした。日常的にカフェインを取りすぎると、疲労物質アデノシンが結合する、疲労センサーがどんどん増えていき、逆に疲れやすくなってしまうとお伝えしています。そして二つ目が、リン酸塩が添加されているものでした。リン酸塩を取ると、疲れやすくなる可能性があるので、リン酸塩が含まれる加工食品などは、避けるのが望ましいとお伝えしました。その そも,そも加工食品はめちゃくちゃ体に悪いですから避けるようにしましょうそして3つ目が高炭水化物・高脂肪の食べ物でした高炭水化物・高脂肪の食事は食後の眠気につながり食事を終えてから1時間から1時間半後に倦怠感がピークになりますそして4つ目がアルコールでした アルコールは体にとって毒物に他ならず、この毒を解毒するために体は大きな負担を強いられ、その結果体がどんどん疲れていきます。さらにはアルコールは睡眠を破壊することに加え、ホルモンバランスを乱すことで疲れを助長させるとお伝えいたしました。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました